ホーエンツォレルン上エンツォレルン家は南ドイツのシュバーベン地方に発祥したヨーロッパの貴族、君主の家系であり、ドイツ皇帝やルーマニア国王も出した一族である。加盟は居城としていたホーエンツォレルン城に由来し、14世紀にツレルンからホーエンツォレルンに改めた。なお、ホーエンツォレルンは舞台ドイツ語及び南部のドイツ語の影響を受けた表記であり、 現代標準ドイツ語の発音では、ホーエンツオレアン、または、ホーエンツオランと表記する方が近い。1061年にベルトルトフォン・ライヒエナウの年代記に、ソレルン家の名が初めて現れる。シュバーベンの一部を支配する、ソレルン伯爵であった。1191年、ホーエンシュタウ編長の神聖ローマ皇帝で同郷のハイン・リヒ六世により、フリード・リヒ一世が、 ニュルンベルク城博に認じられ、フランケン地方の領地も得た。1218年に、領地の分割を行い、長男のコンラート一世が、フランケンの領地とニュルンベルク城博の地位を得て、フランケン系の祖となり、次男のフリードリヒ二世は、ヘヒンゲン近郊のツレルン城とシュバーベンの領地、ツレルン伯爵の地位を得て、シュバーベン系の祖となった。フランケン系は、 フリードリヒ一世の第の1415年からは、選定校として、ブランデンブルク選定校領を治めるようになる。1525年に、一族の防流アルブレヒトが、ドイツ騎士団国を廃し、プロイセン公国を建てて、初代プロイセン公となり、その子孫が絶えると1618年には、本家のブランデンブルク選定校、ヨーハン・ジギスムントがプロイセンを継承し、 ブランデンブルク・プロイセンが成立した。30年戦争の際には、フリードリヒ・ビルヘルムが指導に当たった。1660年のオリバ条約により、プロイセン公国は、ポーランド・リトアニア共和国から独立した。選定校、フリードリヒ三世は、スペイン継承戦争で、ハプスブルク家に味方する見返りに、プロイセンの王を名乗ることが許されたため、1七百一年に、 フリードリヒ一世として体感し、プロイセン王国が誕生する。ボルテールと信仰の深かった、フリードリヒ二世は、啓蒙先生君主として、君臨、絶対主義家において、プロイセンを強化し、大王と呼ばれた。大王はオーストリア継承戦争や七年戦争に、勝ち抜き、着々と領地を広げていった。フリードリヒ二世、フリードリヒビルヘルム二世は、 ロシア・オーストリアと共に、ポーランド分割を行った。1862年、オットー・フォン・ビスマルクが最小になると、ビルヘルム1世のもと、プロイセンを中心としたドイツ統一を成し遂げ、ドイツ帝国が誕生、列強の一員となる。第1次世界大戦で敗北後、ドイツ皇帝ビルヘルム2世が亡命して、ホーエンツォレルン家のドイツ支配は幕を閉じた。 ビルヘルム二世の子孫はドイツで生活しており、現在の当主はビルヘルムの原孫ゲオルクフリードリヒである。シュバーベン系の支流にホーエンツォレルン・ヘヒンゲン家、ホーエンツォレルン・ジク・マリンゲン家がある。ホーエンツォレルン・ヘヒンゲン家はホーエンツォレルン城があるシュバーベンの本来の領地を統治し続けた。この家はプロテスタントに改修せず、カトリックのままで通していた。最後の当主であった。 ホーエンツオレルンヘヒゲン公皇コンスタンティンは、1849年に皇僚をプロイセン王国に譲として両方君主の地位を放棄し、1869年に死死なく死去して家系は断絶した。ホーエンツオレルンジクマリンゲン家も同時期まで両方君主の家系として続いた後、最後のホーエンツオレルンジグマリンゲン公となったカール・アントンが同じく1849年に、 皇領を譲渡したが、その後、カール・アントンは1858年から1862年まで、プロイセン王国の最小を務めている。カール・アントンの息子の一人は1866年に、カロル一世として、ルーマニア公に迎えられ、1881年には、ルーマニア国王として即位した。以後、1947年に王政が廃止されるまで、カール・アントンの子孫が、 ルーマニア王家として続いた。最後のルーマニア国王ミハイ一世とその子孫は、ホーエンツォレルンジクマリン原生を放棄した。なお、ルーマニア王家の系統は元来は冒険であり、ホーエンツォレルンジクマリン原家本流の現在の当主は、ホーエンツォレルン公、カールフリードリヒである。ありがとうございます。